ブルブル絶好調、足を上げてチンチン、勝利のポーズだ。はい。驚くほどに強いんだ。 やったもんだ。やったもんだ。やったもんだ。みなさま、本日は東武ドロンドン観光バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。どかなんとか言っちゃって、はい、みなさん、今週は私たち観光バスよ。でももうただの観光バスじゃないことは皆さんよくご存知ね、もうね。では、今日巡りコース、その1、鬼の洗濯板の道でございます。 7万円。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 7
その 2 お客さんには救命受けのサービスもしてます。お値段は10万円ちょっと高いわよ。命から狙われ2つ曲げてくれ。毎度お気に入り。それ。これでメカを作る資金はできたわよ。 またね。元気でね。荒稼ぎでうまそうだろ、兄ちゃん。これをもとでに早速花の貝とマイクロケットの製造よ。始めるよい。あらしゃっしゃん。ほらしゃっしゃん。なんだって？ドクロマークの観光バスだって？せっかくのへそっくりとられた。もしかしてもしかしたら。もしかするぞ。もしかのついでにバス会社へ行ってみるでコロン。よし、行こう。 はい、花の貝とマイクロケットの完成よ。
いいじゃないか。マイクだらけで歌いたくなっちゃう。歌うのは私だよ。どうりしたいんだべ。ああ私はドクロベ。はあ。控えるダンベ。はいはい。はい。ドクロストンのありかを伝えるべ。まあ、ドクベちゃん今日また乗っちゃって。そう、バスは乗るもの。全国の女子高生の人気を保つには涙ぐましき努力が必要だべ。さて、ドクロストンのありかじゃ。鬼へ山の奥深く、すってんどじの元にあると聞くだべ。すってんどじさよ、盗賊の資料すってんどじだべ。だば成功を祈るだべ。マイクロケット失敗。あららしゃしゃ。聞いたか、アイちゃん。ええ、鬼山の天道寺の館ね。あ、さあ、行こう。今時時代劇みたいな場所がありまんのやろうか。それがあるから不思議なのよ。おそらく現代を嫌った人たちがいるんだろうよね、きっと。さ、行きな。うわー、行きなー。シャレは、カレーだ。こんな時に下手なシャレはやめなシャレ。まあこのな、一つ。罠。えい、もうこんな時にダジャレを言うのはダジャレじゃなかった。誰じゃ。まあドロンジャ様もいい罠。なあ、あれは、うわ、足が山賊前。もしかして山賊だったりして。天道寺様の館の周りをうろつくなんて不定野郎どもだわんね。あら、太めはこちら、私痩せてんのよ。太めで悪かったのに気にして毎日トレーニングやってんのやで。仲間もめしてる時じゃないよ。すってんどうちに会えるチャンスだよ。何をごちゃごちゃ抜かしと。いえ、あの、私たちすってんどうち様の名を聞いてはるばる手下にしていただきたいと。ねえ、どうする。ともかくお頭のところへ引っ立てよ。どこ。ほうか、わしの名そんなに有名か。ええー、鬼江山のすってん道寺様といえば誰だってすってんよ。ドロンジュ様、ひょっとしたらこの商売の前は落語家じゃなかったんですか。裸やドロンコなんちゃってん。ほうか、そんなに有名か。有名です。敵も言いますね。そんで何かわしの手下になるためには何でもするってんの。はい、仰せの通りでございます。ほんじゃな、わしの手下が何度も失敗しとるが、この麓の貴族屋敷に昔ながらの暮らしをしとるっていう月姫ちゃんもここへ連れてこれるかい。任しておいてよ、ステンちゃん。ステンちゃん、ブーッ。その代わり、ご褒美にその兜をいただけますか。よかよか、おめえたちが成功するはずはなか。あそこにはめっぽう強い兄貴が月姫を守っとるんじゃ。あの兜こそドクロストンに間違いない。抜かるんじゃないよ。
ランちゃん、あそこにお屋敷が。何か手がかりがつかめるかもしれないな。何？俺の留守に月姫がさらわれたと。申し訳ありません、雷蔵様。あの、何かあったんですか？ねっか、あの、すってんどうじの手下どもめ、月姫を返せ。この港もの雷蔵が承知しないぞ。ボッチたちは違うでコロン。月姫様を襲ったのはこの三人組じゃありませんか？ええ、そうです。恐ろしいものに乗って。泥棒たちだわ。ああ、失礼した。つい興奮して。俺たちはこの悪者どもの悪事を防ぐために天童寺の館を探してるんですよ。じゃあ急ぐのコロン。よし、奴の館は大体見当がついてる。俺が案内し、今日という今日はもう勘弁ならんぞ。ステンドージの旦那ったら。あの月姫は私たちは約束通りあのドクロスキーで兜くれるはずやのにな。いくら泥棒同士でも約束破るのはよくないわよ。ああ、それ以上近づくと許しませぬぞ。いや、わしは月姫ちゃんとお手玉がしたかっただけなんじゃ。いや、わしゃ大のお手玉マニアでな、お手玉の名人で名高いあなたとぜひ一度お手合わせしたかったんじゃ。四天童子がお手玉を？さよ、手下どもに知られて恥ずかしい。かといってわしが言っても信用され。あ、ではお手合わせを。あ、ほんと？やってくれる？ねえ、お肉お肉。肉らしいね。お肉ばっか探して肉らしい。あら、ドロンジョ様こそ肉好きが良くなるわよ。自分の方へお肉を集めてらっしゃるじゃない。ギューギューって。分かったかしら、このシャレ。これ牛肉なの。しらーき。うわー、なになに？よっと。向こうはジーマンしてん。こっちはもうジーマシンだよ。もうそれ、山賊どもめ、この雷蔵がひねり潰してくれ。ここは俺たちが引き受けます。雷蔵様、早く月見ちゃおう。片付けない。うわぁ。はい、皆さん、全国的に女子高生の人気の的、ボヤキーの時間ですよ。そして奥様方のハートに響く魅力の低音トンズラー。で、魅力やろうじゃないんだよ。もうそれではマイク機関を発射。スーパーチンデレクトーを発射。ダメだよこれじゃん。次の手がありますなよ。ふってくる。なんだい、大事な時にレコード聴いてる暇ないんだよ。新開発超音波法なのよ。超音波？超、このシャレわかる？説明しよう。この一見楽しい音楽こそヤッターキングにとっては恐るべき武器なのだ。超音波データラーメはマシンならケーキを食わせ、そのリズムに乗せてしまうのだ。特別大サービス、生の迫力で締まってやるわよ。消火弾ですよ。消火。あら、待ってくれ。のれ、私たちのこの熱っぽい歌を消したら。またいつものファンファーレ付きのゾロゾロメカの登場だよ。今週のびっくりドッキリメカ発進。
今日のアクション予報を聞きましょうか。アクション予報を申し上げます。今日は北の風はじめのうち青の勝ち、後ぐずつき赤の勝ち、青雨のごとく負けるでしょう。ところによっては死ぬでしょう。紅白歌合戦やってんじゃないんだよ。赤鬼、青鬼、赤。よし、鬼なら豆でまね。鬼はどんどん鬼は日本に。ガモンさん、味方の鬼メカまで退却しちゃったじゃないか。あら、でもお互い一台ずつ力強いのが残ってました。のこさん東青鬼、西赤鬼、見合って見合って吐き合い持った両者がっぷり四つに組みました。青は上手が取りません。赤もろ差し、青の外掛け外れました。赤危なくかわしました。あー、押す青押す。果たしてどっちが勝つでしょうか。どっちだ。赤頑張れ。青頑張れ。赤下手投げ、青上手投げ、お互い投げの相撲。ドロンコ親方どうなるでしょうね。まあそうっすね、青が勝つでしょうね。青とはよく馬の名前にも付けられますが、うまかったなんてよく言うじゃないですか。まあ、とんずら親方としては大方青が勝つんじゃないか。まあ親方も下手なシャレが出るんですね。出るトントンズラズラと出る。だってトンズラだもん。ああ、それに青はいざっちゅう時のために爆弾がある。そうでしたね。いつ爆発するか楽しみですね。と言ってる間に、まあすごい首投げ、赤の勝ちと思いきやバッター3番青の打ちました。豪快なバッティング。ついに青が勝ちと思いきやバッター4番赤王に略して王を打ちました。ついにやりました。756号ついに出ました。はあ、打球はどんどん伸び、あー場外、いや我が放送席へ向かっておりますの。鬼さん、こちら。それではドロンボ放送席よりお別れいたします。 DDP。 全然行くか。え、今日はちょっと変えて勝利のパン。やったーやったーやったーマン。やったーキー。こらなんだと。じゃあお手玉の相手が欲しかっただけと申すのか。どう、恥ずかしいがその通りだ。許してあげてお兄様、本当は気持ちの優しい人なんです。今までの悪事も手下たちにおだてられてのこと許してあげて。変な山賊。ところでその兜はもしかしてドクロスさんというのでは。いや、これは昔この辺に住んでたという鬼がっぱのお皿なんだよ。鬼がっぱのお皿。まあ、そうとも知らずにドロンボーたちバカだころ。ほんとね。これでいいの、ドロンジョ様。ドクロベ様の情報っていつもこんなものさ。まったく鬼がっぱのおしゃれだなんて。がっぱってやったのにおさらばしちゃお。疲れるわ。早速にもやっぱりおやりになるのね。やるが男の生きる道。ミュージックだ。待った。神様、詰まった時の神だよ。死んだふりだよ。いいかい、クマはね、死んだものは食べないからね。死んだふりするんだよ。絶対目開けちゃいけないよ。目だよ。開けるなって言われると開けたくなるのが人情というもの。チラッて。ドロンジョ様、ドロンジョ様ったら、ねえ黙れ、死んでるって。死んでるんだ。まあ、じゃあね、いつまでもそうしてやってらっしゃい。死んでるの。ぽっとやって、くまなくやって。ドロンジョ様死んでるんだから。そう、やるわね。あんたも今度は右の方へ移りになったら。それとも私が手伝っちゃおうかしら。あ、ちょっとどいてよ、ね。さあ、どこから攻めちゃおうかな。あたしのお仕置きって楽しいわよ。まあ、よだれ垂らしてあんたも好きなのね。なんだって。
この後が楽しみなのよ。楽しんでちょうだい。もうめったにないことだからね。うんと楽しんでちょうだいね。今日は東か明日は西、南や時には北の果て、敵は幾万ありとても、ヤッターキングは今日も行く。清く正しく美しく、頑張れヤッター、ヤッター、ヤッターマン。ドクロベエの指令でおとぎ国平安村へやってきたドロンボー一味。そこで一味は鬼退治に行く柿太郎のお供をして、鬼ヶ島へ向かったでころん。墓地たちもドロンボー一味を追って恐ろしい鬼が住むという鬼ヶ島へ。ところが鬼ヶ島の鬼には意外な秘密があったでころん。次回ヤッターマン柿太郎の鬼退治だころんを見てね。もうなんともないない。